どうも、小池でーす。お前、勝負やから。何これ。勝ち馬よ、勝ち馬。まだ見たことないで、この見てんの。あ、そう。本気やけ。見て、ここ。ウィンズ来てるの。ウィンズや。そう。久しぶりなんか競馬やっ、ね、知ってるか、ウィンズってみんな。もう、勝負やから、今日はもう。ほんまに人生かかってるから。あの、久しぶりの外ロケがさ、競馬でええの。ねえ。なんで今日ここ来てるんですか。それや、うん、金増やすためっす。いや、そうなんやけど、まあ、すげえ DM 来んのよ、なんか。みんなから教えてもらって、儲かる方法。そうそう。いや、儲かる方法あれなんやけど、うん、何やら、ナミュールという馬が、今人気やと思って。見てくれよ、これ。おるやろ、ここに。ナミュール。ナミュールをね、僕たちは応援するという意味でも、うん、まあ、ナミュールにちょっとかけようと。そうや。で、いくらかけるんでしたっけ。8万や。8万、うん、あるか。一番タイヤ。そういうことね、うん、見てここほら8って書いてるし、ここにちょうどもう奇跡じゃない。あ、8枠なんだ、うん、へえ、8枠にいるんだ。8枠におるらしいわ。あ、まああるわ。あ、俺もさっき下ろしてきました。あ、そう。残り当然5万。え、嘘よ、嘘でしょ。ドブちゃん8枠かける。いや、ほんまにガチやん。あの、年末年始の遊べる具合が変わってくるから、今日で。なるほど。うん。え、どうやってかけるの。え、単勝。え、単勝で。うん。今、多分、オッズ2倍ぐらいやから。そう、当たったら16万や。最高や。すごい。合流できるわ。これは、リスクヘッジしたいタイプなんで、生まれんでかけるわ。何それ。知らん単価やな。17でしょ。うん。17番と何か。あ、そう。何かと17番。順番は1位に関係ないんだけども、17が入ってたらとりあえず勝つよみたいな感じでした。俺は、まあ、ナミュールが1位やったら儲かるだけの話やろ。わかりやすい。はい。ということで、はい、買いに行きましょうか。やりましょう。サンキューですよ。クリア、クリア、クリア、ちょっと。これ、ほら、これ、まもなくあと、多分、10分後ぐらいにはこれがもうね、それもうただの紙くずになってるから。なんで20万になるから。なってる。今ね、最新のオッズ 2.8 倍で単勝。おう、つまりいくらや、20万ぐらいや。そうそうそう。よくわからんけど。そうそう、20万ちょっとやね。そうや。すごいよ。俺はちょっと、生まれん6個勝ったんで、難しい。確率はあるんですよ。結構ね。だから儲けは少ないかもしらんけども、あ、でもそれでも結構オッズ高いよな、多分。いやいや、小池さん。え、ナミュール、絶対1位やから。別に1位だったら俺もいいわけよ。あ、そうね。うん、だからそんなひよった書き方せんでも大丈夫よっていう。ひよってる、これひよってる。マジっすか。うん、マイキーやったらおこ。え、なんでこんなサブチャンでお金使うの毎回。いやいや、ほんま、うち異常なんよ。サブチャンに対する経費の使い方が。見たこともない馬にかけても。いやいや、こんな優しそうな顔してる馬が負けると思う。馬主に何を。いや、馬主に何か当たらあかんのよ。ちょっと今書き起こし出た今。書き起こしたとお金がいけんのよ。ちょっとマジで頼む。いけ、俺の8万。いけ、8 8万って言うて持ってるやん。8万。ナフル、いけ。すごいな、これ関西住んで絶対行ってるよな、競馬。行ってますね、競馬場ね。今、スタッフみんなにこう、これ大画面を作ったんですけども、みんなテレビを片蔵のみんな見てます。勝った人たちはかかってるからな。いや、もうなんか8万一気になんか吸い込まれた瞬間、ちょっとヒヤッとしたもんな、買うとき。一気に吸い込まれて、うん、これよ、かかってるの。そう、ペラもう落としたら終わり、これ。そう、これ頼むわ。これ、外れても当たってもさ、あれ、飾る次のクラフェスとかに。もう俺の手汗染み込んでるけど。そう、つまり当たっても引き換えないってこと。はい。いやいや、引き換えるよ。当たったけど引き換えなかったナミュールってやつ記念に飾っておきますみたいな。いやいや、20万円のやつですみたいな。いやいや、当たったら引き換えるよ。あ、そう、ナミュール失礼やな。あ、そう、うん、失礼だ。うん、もう来ましたよ、多分。17、ナミュール来た来た。よーしよし、頼むで、デブーロ。はい、騎手ね。はい、はい、うん、乗りこなしてくれ。乗りこなし、あ、音入った。間違いない。俺がその競馬好きでやった頃って、まあ、なかったもんね、そのジュベナイルって。はいはいはい、G1 は。あ、そうなんですね。そうなんですよ。一瞬つせます、こんな感じって。お
おじさんが歩いてるとこだけ、うん、絶対来た。行け行け。てん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 。知ってるぞこれ。白馬ゲートに出揃いましたみたいなところやこれ。やっぱテンション上がんなファンファーレ聞くと。いけ、ラメール。いや、まあ、走ってないんで。あの、走り出して言ってくる、行けって。いやいや、ちゃんとゲートに入ってもらうな、まず。いや、ゲートに入る、行けってないやつ。いやいや、行け行けって思って。17番、波揺れがゲートの後ろ少し立ち止まりました。ちょっと立ち止まんな。あ、あ、ちょっと、いや、体力使うな、体力。そして15番ゲートにダークペイン。魚人空手の真髄を見せるんや。いや、あかんのよ、真髄見せたらこれ。あ、そう空手したらあかんのよ。あ、そうか。そして15で、すっかり日本競馬は牝馬が牽引する時代が続いています。そうや、知らんくせに。いや、ナミュール調べたんですよ、戦績。うん、2勝0敗。そうよ、勝てるよ。いけますか。負けなしの馬やから。始まる始まる始まる。あ、いけ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 。おい、ナビル出遅れてるぞ。後ろからさっそういう感じか。追い込みの馬かも知らんのか。ほんまか。8番ちょっとナビルナビルちょっと上がってきたな。いけいけいけ。まだ全然わかんない。これ 1600m やったっけ。え、全然知らへんねんけど。そうやな、だ結構すぐ終わるね。あと 1000m? うん。ちょ、ナベル、もうちょい、もうちょい上に行こう。ちょっと、微妙な位置やん、ちゃうかな。そこ、なんか抜きにくそうやで。ちょっと、前の人たち早く行き過ぎちゃうか。人たちって。あ、馬たちか。あ、かん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 。え、ナミュールはどこ行った。いや、遅っ。さあ、来るよ。あれ、ナミュールちゃん。うん、あ、あれや。ほんとに流れてきた。ちょっと待って、あ、ライナー、ちょっと前に邪魔。ああ、ああ、ちょっと。いけ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 。ああ、いけいける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 ぞ。いけ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 。ああ、ああ、ああ、ちょっと待って待って、ちょっと、なんとか、8番隊の意地は兄貴の意地です。時計は1分33秒8。え、結局何、10番。2着争いは3頭の接戦。11番ラブリーアーイツ、さらには13番ウォーターナビュレラ、最後13番ナビュレがこの争いに加わっていました。え、2歳女王サークルオブライフ、生産馬2頭を送り出していた千代田牧場から2歳女王誕生。またしても、あー、この時点で僕無理だな。10番だけ勝ってなかった。誕生。ええ、今ポンポンと馬の首筋を。俺の8番は何。いやでも3位ちゃうかな、ミュール。これ1位と2位反則とかしてへんの。終わり。終わった終わった。え、中小初制覇。4着やって、ナミュールは。4着 ?4 着、うん、いくらもらえる。いや、ゼロですよ。ゼロ、うん、一番人気やのに。え、え、もう終わり。そう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 。確定まで今しばらくお待ちください。でも確定はしちゃってるのよね。敗者が去った芝コース、これは。でも紙くず。そう、まあ、8万円が飛んだよ。これ誰か1万円とかで買ってくれへん。もう
けた。負けた。今2コーナー、1コーナーへと向かっていきます。練習とか練習ないない、もう本番やから。え、これさ、始まる。おいだってみんな勝つって言うとったもん。 DM のやつは DM のやつ。おいおい、なんでよ。え、俺のさ、なんかさ、今回競馬ほんまに舐めるかつうかちょっと心配やったからさ、なんかみんなの情報だけじゃなくてさ、なんかネットの競馬サイトみたいなのも登録しまくったんよ。新聞も買ってたしな。新聞も買ったし、でもナビよりどうやら硬いらしいみたいな。え、ナビよりはいな。音も寂しくなくなってたけど、口アングリやん、口が8万。え、だから音が合わせて16万なくなってる、この瞬間に。いや俺困る。違う、そういうもんなんですよ。困らないだろ、8万なくなったら。え、今貯金残高何ぼやったっけ。5万2000円ぐらい。あと5万円しかないの。金貸してや、行く。来週増やしてくるわ。今度天皇賞、天皇賞で増やすわ。なんてこと。天皇賞な。有馬記念か、有馬記念で増やすわ。ガチガチくれ。競馬禁止。8万こんな一瞬でなくなっていい。しょうがないね。8万やで。どうやに何を。呼び出す？しゅ。呼び出すって何。ああ。え？え？ナミル無敗やったんで。まあ強い馬さんたくさんいるからもう G1 はねやっぱね。え？はい。もう終わり？終わりよ。でユニバやったら8回いけるんやで、これ。もっといけるわ。そうよ、なんでユニバの基準なの。真面目に仕事してることじゃないですか、これは。全然あかんわ、ナミュー。なんでや、なんで語らへんかったんや。リアルな様子を今お届けしてますよ。すぐ置き換えるよ、そうやって。ちょっと記念撮影もしときますか。はい、こっちで思って。なんかたくさんリップとか来てるんですけど、おい泣くな男だろ、めっちゃ煽られてんねんけど。おいおいかえ、なんでよ。ツイートしました。多分これが配信されている頃には今僕のツイートいいねとかリプしてくれてる人もいると思うんですけど、これが今リアルタイムでお届けしているやつです。はい、今日の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録もしておいてください。なんとかね、失った16万をですね、2人は取り戻さないといけないので、なんとかバン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 再生してほしいですということで、はい、じゃあ今ね、多分リプたくさん来てると思うので、最後は皆様からいただいた温かいメッセージのリプでお別れしましょう。こちらの方々ありがとうございました。コメント欄もください。よろしくお願いします。それでは、バイ。